その期待値の中でどれだけそのプレッシャーを受けながらどういうプレーができるかなっていう部分も注目してたので、うん、そういう部分が非常にいいプレーしてたなっていう。水口の大阪ギリギリ、今回もすごいゲストです。また来ました。いやー、いつもすいません、YouTuber。とんでもないですもん。ね、いやもう今回ね、坪井さんに来ていただいたのは、はい、まあ、先日、富士フィルムスーパーカップ、浦和レッズと川崎フロンターレ試合やりましたけども、まあ、見事な試合で、浦和レッズが素晴らしいです。勝利しました。いやー、2-0。すごい、いい試合でしたね。ね、まあ、僕もね、キャンプには取材に行ったんですが、はい、行った日が、うん、飛行会、はい、次の日、軽いランニングで終わりという。その情報は僕も GGR の情報を得てました、はい、でボールを蹴ってるシーンを見てなかったので誰が上手いかわからないのでこの前の試合を同じの見たわけですけど、どうですか、まあ、率直な感想は。まあスコアもそうですし、非常に内容が伴った試合ですかね、うん、いいゲームだったなっていう、まあ、全体のこう感想はする感じですね、はいはい。まあ、メンバーはね、去年からいるメンバーもいる中で新しいメンバーも入ってきて、一番注目できたしたところっていうのは、まあ、僕個人的にはもういろんなところで結構岩尾選手、はいはい、っていう話はしてて、うん、監督の徳島というようなメンバーですよね、うん、やってるんで、まあ、監督のサッカーを分かってるっていう部分であったり、まあ、彼のマスセンスの部分、落ち着きの戦術眼的な部分っていうのもそうなんですけど、うん、でもやっぱプレッシャーかかるじゃないですか。はいはい、そういう期待値がもう合ってくるんです、うん、まあ、本人もそれを感じてるわけで ね、 そ, うです、はい、その期待値の中でどれだけそのプレッシャーを受けながらどういうプレーができるかなっていう部分も注目してたので、うん、まあ、そういう部分が非常にいいプレーしてたなっていうのは個人的には感想としてありますね、うん、まあ、岩尾をこうちょっと注目してみると、俺もの試合の中で注目はしてたんでなんですけど、まあ、そのラインの上げ下げもそうだし、岩尾が真ん中で、うん、あれだけのとか指示を出して動かしてっていう、まあ今までにないタイプの、列じゃないタイプの選手だもんね。まあまあ今この間の試合見てももうすでにフィットしてるなっていう気はするんですけど、何年目って感じだよね。そうもう数ヶ月前に来たはずなので、はいはい、そういう感じがないんで、監督とのコミュニケーションとかいろんな部分も多分大丈夫だと思うんですけど、周りの選手たちともっともっといいコミュニケーションが取れていくと、うん、もっとスムーズなコンビネーションが見れてくるのかなっていう部分で期待はさらにしてありますよね。うん、まあね、今度ディフェンスだったからディフェンスっていう部分で、ね、言うと、なんだろう、こう安心して見れたなっていうのは正直あったんだけど、あれはどうなんですか、中盤での争いもで彼らセカンドボール拾えたっていうのもあるかもしれないけど、最終ラインとかっていうのも含めてディフェンダーっていうのもディフェンスっていうのは上げ下げも含めてそうなんですけど、メリハリついてたかな、まあ、前からプレッシャーもよく言ってたり、はい、特に前半の最初なんかは積極的にボール奪いに行ってたと思うんですけど、その途中くらいかな、少し押し込まれて、うん、シュートは打たれてないけど、はい、押し込まれる時間帯っていうのはあったと思うんですけど、その時はちゃんと、まあ、下がりはするけど、ちゃんと、まあ、ペナの中なのか、ペナの中のどこなのか、ペナの外、ペナラインのところなのか、まあ、おそらく自分たちで設定して、そこから下がらない。で、そこからボールに当たっていくっていうことができてたので、後ろに上がった守備、前線からの守備っていう部分のメリハリが非常にあったのは好印象かなと思いますね。でも90分通してディフェンス、守備っていう部分はもうほぼほぼパーフェクトに近いような。まあ当然ね、はい、ゴールされてないからってのもあるけど、まああとちょっと気になったのは、まあ、4人、はい、で、まあ、変則といえば変則じゃないですか。そうだね、ボランチ、アンカー的な感じで、岩尾でっていうところね。で、まあ、前からプレッシャー行くときに、この辺で芝と当たりが前にプレッシャー行って、で、センターバックにはそのまま、あの時はサッカーと、秋元がそのままで、で、そこにバーって芝とか行って、時には岩尾が行ったり、この時のここの、中盤のここのところ、空いたところ、スペース、まあ、やっぱりどうしても空くんですよ、はいはいはい、でも、それでもうまくやってましたけど、一人が行けば一人しっかりしないと、席でもちろん、うまくやったんですけど、まあ、そこは多分今後ついてくるチームは、うん、狙ってくるチームはあるだろうなっていう気が
するので、そこ食いつかせといて、そのスペースに誰かが入って、そう、それをさせないぐらいのハイプレスでいくのか、まあ多少プレッシャーかけながらそこを誰かが埋めていくのか、その作業が多分していかなきゃいけなくなるんじゃないかなって気がしてます、あとはフロンターレだと攻撃的なチームではあるけども、確かにその決定的なシーンを何度も作られたわけではなく、まあ家長、キーマンなら家長には激しく行って、どうですか、真渡りが結構ね、頑張っていったけど、でも取れないんだよね、やっぱね。一回取ったかと思ったら、もう一回吹き飛ばされてる。そうだよね、やっぱ家長すげえな。は思ったけど、でもああやって自由にはさせないっていうところは、90分ともしてやれたのかなって思うけど。取れない、まあ今言ってたって。取れないけど、前に進入させるとか、決定的なパスはそこまで出させてなかった気がするので、チームとして誰を対戦相手にして、誰を抑えていくのかとか、そういった部分がはっきりしてたっていうのがいいんじゃないですかね。そうだね、もうなんか役割がちゃんとあったよね、守備の時に。そうですね。まあ、だそういう意味では、フロンターレの試合は、まあ、公式戦の、ね、公式戦だし、まあ、一発勝負の時もあったけど、まあ、そこにまず照準合わせて練習もしてきたとなるし、そういう意味では、まあ、最高の仕上がりができてるんだろうなっていう。そうですよね。まあ、もちろん、フジクルにそばかっても大事な公式戦ですけど、まあ、この後につながる1週間後も、そうだね、リーグ戦ですからね。この辺のプレーシーズンとは違うもんね。非常にいい内容、結果、つながる、リーグ戦につながる試合だったのかなっていう気がしてますね。だこれが、やっぱり俺の中ではフロンターレにはいい試合するんじゃないかなと思ってたの、正直。やっぱこっからですよ、もう開幕を迎えるわけで、しかも相手は京都サンガ、はい、来ました、ね。京都の試合は去年とか見てた、はい、J2 僕は解説も3試合ぐらいしたんじゃないですかね。まあ張さん監督になって、まあ、当然その、まあ、湘南に近いサッカーっていうのは分かんないけど、やっぱり張スタイルは持続されてる感じで、やっぱり前へのこのパワーっていうんですかね、前のアクションっていうのはもう相変わらずすごい。張さんは基本的にその、まあ、練習の時とかもそうだけど、全体的にどういうサッカーをするぞみたいなのがやっぱりあるの？やっぱ基本的にはどういう状況でも強度の高さだと思いますね。まあ、今がどれくらいそういうコーチングをしてるかわかんないですけど、やっぱり練習中からやっぱ常に前を意識させるトレーニングが相当多かったですね。まあ、スペースがあると走れない、まあ、湘南のイメージだと、まあ、ボールを持った人間がいたら、3人4人ダーッと行くじゃん、あれを求めるわけでしょ。そうです、そうです。ボールを持ったら追い越して前に行けと。でボールを保持者はもちろん優先順位は前の選択肢を取るべきだと、まあ、本当になければ、もちろん別に旅行パス下げることをその怒られるみたいなことは別にそんなないんですけど、ただ選択肢が前にあるのに、それを選択しないときにはやっぱり結構その選択が本当にいいのかっていうと、やっぱり突き詰められることってありましたね。その選択肢を増やすために一人じゃダメなんだろう。だからどうしますか。やっぱ2人いけば2つ選択肢が広がるし、僕が3人いけば3人、あとは全然2人もいるとかってなるってことでしょ、考え方としては。まあ、なので そこの基本は多分変わってないと思うんですよね、今日のサッカーを見て。やっぱそれってさ、走る体力になるとダメじゃん、はい、練習でそういう練習をする、まあ、走ったら走るだけじゃなくて、ああもうボールを使ってする練習はやっぱありましたね。まあ湘南も、僕が湘南の時なんで、もうなんだかんだ3、4年、5年くらい前にはあるんですけど、横食ってチームで縦長くして、どんどん前に運動してくるような練習したりとか、人数3人、4人とかで、それバン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 振ったりしたりとか、そういうボールを使いながら強度高い、切り替え早いっていうのはもう常にでした。まあ、その後すぐ連戦で、ビッセル神戸です。ホームゲームで行われるわけですけども、まあ、神戸は優勝候補に挙げる人も多いんじゃないですか。そうです。いやー、まあ、メンバーがすごいですよね。まあ、イニエスタがすげえな、やっぱりな。イニエスタすごいです。イニエスタ、サンペール、
中盤がちょっと中盤が力がでかいね、強いですね、まあ、もちろん前線も素晴らしいですけど、うん、そこの中盤はやっぱり相当いいので、どれだけ自由にさせないかという部分ですよね、うん、去年はホームでやられたんですよね、アウェーでやるの後半ここで勝てば、あ、そう、上ってところでボコボコってられちゃったんですよ、そうだ、アウェーでやった、うん、大迫、武藤にかき回された感じだったね、ビニエスは取れねえし、うん、取れそうなんですよ、神戸あるあるとして、イニエスタ最初に来ないっていうパターンだと、まあいいんだけどね、うん、よくありますよね、うん、1回しかまだ来てない俺生で見たら多分1回しかないからね、来るぞ来るぞと思って、そうそうそう、2年連続来なかったから、ね、皆さんね、皆さんチケットもイニエスタ来るからって取ってる人も、そうそう、5万入ってたから 5万売れてたからね、あれはね、良くないですあれは良くないです、湘南、湘南には来たのかな、あ、本当見に行った、僕見に行ってましたいやでもそれだけの選手だよね、やっぱり本当見ても誰が見ても上手いのが分かるし、このパス一つ一つもそうだし、あのボールを取られないね、かわし方というかスルスルってボール抜けるうまさっていうのは本当ワクワクさせてくれる、そうですよね、だから川崎戦でうまくいって、まあ、家長を自由にさせなかったっていう部分と同じように、ね、まあ、もちろん奪えれば一番ですけど、イニエスタが奪えないとしても千葉トレが行くんじゃない？来ますよね全然取れないんだよということで、はい、まあ、神戸はイニエスタを気をつけなきゃいけないけども、うん、大迫、大迫、武藤、武藤、いっぱいいるね、牧野、いや、牧野じゃないですか、やっぱり牧野は上がってくるだろうね、うん、まあ、相当燃えてると思いますよ、スタメンだよね、多分ね、いや、なんかそういう感じしますけどね、チリの方と、そうだね、菊池と普通に全然上がるっていうところに牧野だと思うんですよ、もうあいつ張り切ってんだろうな、もう今から、いや、もうそこはもうもちろん神戸のチーム事情がいろいろあるし、いろんな状況があると思うんですけど、監督松さんにもうそこはもう牧野使ってそうね、まあ圧はそういう、まあ、演出ったら変だけど、エンターテインメントみたいなその力もあるからさ、そうですよ、ここはやっぱりもうなんだかんだ言ってもらって、エンターテインメントですね、うん、ね、プロスポーツなんで、うん、そういった部分も大事にしてほしいな、盛り上がるためにはそういうのを思うので、うん、まあ、暑さもくれると思いますね、牧野、ね、勇気スタメンで、はい、出てもらって、あとイニエスタなんとか来てくださいと、そうだね、楽しみだね、楽しみです、引退して20年経ってますけど、柔道の制度は変わっていませんよ。